では、音声の収録始めます。よろしくお願いします。お願いします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高校のキックオフ第14回目始めてまいります。前回まではですね、副審が脚光を浴びるオフサイドの判定に関して、まあ、1回で済んでしまったので、ちょっとまあ、大雑把というか駆け足になってしまいましたので、ちょっと今回振り返りのところで、もう少しちょっと気になる点をお話ししてまいります。その前にですね、FM 宜野湾さんで番組をされております、やすさやかさんのコンビニラジオさんと、まあ、ナルトラさん、エコさんのフリムンラジオさんがですね、私の番組に関しての、まあ、宣伝といいましょうか、ご案内をしていただきましたので、まあ、今回ちょっと恩返しということで、逆に私の方からご案内いたします。水曜の夜9時にフリムンラジオ、金曜日の夜9時にやすさやかさんのコンビニラジオが放送されておりますので、ぜひお聞きいただくと同時にご覧いただいて、ください。専門的な分野もですね、お話をしておりますので、楽しく、また参考になりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、オフサイドに関してなんですけれども、な、これ第一、11条で書かれているんですけれども、まず、オフサイドのパターンというのが3つありまして、ちょっと画面をこう出して、お話をしてまいります。で、まあ、目次として前回の振り返り、そして今日は第12条まで、まあ、途中まで入れたらなというふうに考えております。それで、ですね。前回の三塁形なんですけれども。まず、味方がプレーをしたときに、オフサイドポジションにいた競技者、選手がですね、その味方のボールに対してプレーをしたら、まあ、オフサイドになるということをお話ししました。で、次にですね、今度は、これですね。味方がパスを出したときに、相手競技がそのボールを奪いに行くといった場面で、例えば、そのオフサイドポジションの競技者が、その相手競技者の、まあ、プレーを妨害する場合、これもまあ、オフサイドの反則になります。これが相手妨害型ということで、まあ、ネーミングは私の方で簡単につけたので、決して公式なネーミングではありませんので、まあ、覚え方というか、考え方というかですね、その形でご理解いただければと思っています。で、次に、一利益型なんですけれども、オフサイドポジションにいる競技者がですね、立っておりまして、ペナルティエリア内におりまして、まあ、味方がこう、シュートをしていく。それをゴールキーパーがセーブして、まあ、弾いてしまったと。で、そのボールが、まあ、黄色のラインで書かれたものなんですけど、これは YouTube でご覧いただいている方には、まあ、見えるんですが、一応この黄色のラインでゴールキーパーがハンブルして、その、オフサイドポジションにいる競技者に渡って、彼がプレーをしたと。なると、そこで、オフサイドの反則になります。で、また、別な位置に立っている、もう一つの事例なんですけれども、シュートをして、それがゴールのポストとかバーに当たって跳ね返ってきて、そのボールに対してプレーをしてもオフサイドの反則になります。これは3つの一般的なパターンというか形になっています。で、そうですね。それで、次にですね、意図的なプレー、意図的なセーブ、そしてリフレクションについてお話をしてきました。で、これに関してもですね、非常に判断が難しいものなんです。要はその、意図的なプレーに関して、そしてリフレクション、これに関してはですね、簡単に
イメージすると、容易にそのボールに対してプレーが可能であったか、もしくは、そうですね、逆にそのボールの、に対してのプレーが非常に難しかったか、というような感じで考えていただくと、それはリフレクションなのかどうか、ということで、一つの、検討材料とできるというふうに考えております。例えば、ボールがですね、低い位置で、ゆっくりと転がってきたとかですね。そういった場合は、ボールを比較的守備側がコントロールしやすいので、それに関してはオフサイドにはならないと。ところが、例えば、頭上付近を速いボールがこう、渡ってきてしまうとかですね、至近距離で来るとか、そういった場合は、コントロールの可能性が非常に難しいので、それに関して、オフサイドポジションの競技者がプレーすると、オフサイドになる。ということにもなりますので、状況の判断というのは非常に難しいです。私たちの方では、VAR がないので、その瞬間の生のその情報を瞬時に判断しないといけないので、非常に、なんていうんでしょうね、時間が限られています。ですので、何度も様々な映像とか試合で自分でこう、メンタルのトレーニングですね、していくと、なんていうか参考になるというか、現場でもそんなに迷わないかなというふうに思っています。で、この意図的なプレーと意図的なセーブの違いですけれども、セーブというのはゴールマウスと呼ばれているその枠の中にボールがシュートされてきたところのボールをこう、シュートを阻止する。それを意図的なセーブと考えてください。で、ゴールの枠が外れたものに対して、防ぐっていうのは意図的なプレーということですので、それの違いを分かっていただくと、また、これはオフサイドになる、ならないというような、見ていて判断がつきやすいというふうに考えています。で、この点の、オフサイドに対して、今度は審判員に関して、気にしてほしいところなんですけれども、まず副審の方はですね、必ずタッチラインに正対して判断をすると。斜めになったりしてしまうと、この中心点がずれてしまいますので、オフサイドでないのにオフサイドだったり、オフサイドのはずがオフサイドでなかったりというふうになってしまいますので、必ずタッチラインとは平行に体を見てる、正対する。そして判断していくというふうにしてください。ですので、走る際にもですね、足の方向は例えばゴールへ向いたり、あるいはハーフウェイの方向に向くと思いますけれども、体はタッチラインと平行に、固定するイメージで走っていただくと、その中心点のブレが非常に少なくなりますので、参考にしていただければ。それと、副審さんはですね、こう、なんていうか、スイッチのようにこう、オフサイドだと思ってすぐ旗を上げたがる傾向にあるんですけれども、私どもが研修会とかで習っているのはですね、wait and see ということで、じっくり見て判断するというふうに習っていますので、ゆっくりと判断をして、間違いがないかどうかを自分の中でこう、短い時間ですけれども、こう、なんていうんでしょうね、処理をして、それで旗を上げる、上げないを決めていただきたいというふうに考えています。ですので、あまりこう、焦らずにいてください。で、主審の方も、基本的には副審の判断をほぼ尊重せざるを得ないので、実際のところは。ですので、副審の旗が上がると基本は対応します。ただし、プレーが、例えば守備側が容易に安全に奪い返す、要はインターセプトできた場合は、そのオフサイドの合図をキャンセルする場合があります。要はプレーを止めずに、そのまま続けさせる場合があります。私も、そういうふうにすることもあります。ので、その後のまた、ラインのまたずれ、変更があるので、ここはもう必死にやって追いつけ、修正するしかないんですけれども、状況によっては、こう、流してしまうこともあります。ので、非常に気をつけていただきたいというか、この旗を上げたからそこでほっとするのではなくて、主審の動き、表情を見ながら、あ、止めないのかなっていうような、そういうかもしれない、止めないかもしれないという考え方も頭に置いて、やっていただくと、遅れることが少ないかなと思います。
まあ、オフサイドに関しては、一応そんなところかなというふうにおります。また何か気づいたことがあれば、その都度またお話ししてまいります。で、次にですね、第12条。まあ、項目としては、ファウルと不正行為というふうになっておりまして、非常にこれがまた、主審にとっても、また試合の中でも重要な部分です。ファウルになるならない。で、ペナルティエリアの中でファウルを守備側が犯してしまうと、ペナルティキック、PK が与えられてしまいますので、非常に危険なゾーンです。それ以外の地域ですと、まあ、単なるフリーキックで済むので、まあ、痛手としてはまあ少ないんですけれども、今回このフリーキック、ファウルと不正行為、第12条について入ってまいります。で、また画面を出してみます。だいぶ作ったので、どこから、あらんかな。あ、随分。これはどこだろう。これですね。前回の振り返りを見たところで、これで際どい時には、まあ、出勤を意識するということで、副審を何度も確認しましょうというのはお互いですね。で、ここからですね。なかなか画面が拡大されないので、さっきのテストケースだって、まあ、この画面でちょっと見てみますけれども、まずファウルというのがですね、ありますと、種類としては、直接フリーキックと間接フリーキックというのがありますが、まず直接フリーキックについて、着目していきます。直接フリーキックになるファウルというのが11個ありまして、その行為の程度によって、まあ、変わるものとして7つあります。まあ、これは競技規則にも書かれてあるんですけれども、例えば相手を蹴るとか、蹴ろうとするとかですね、相手をつまずかせる、つまずかせようとするとかですね、いろいろ7つあります。それで、その行為の程度を問わないで、もうその行為をしたこと自体で反則、として考えられているのが4つあります。まあ、ハンドとかホールディングとかですね、身体接触によって、進行を遅らせるとか、あとまあ、つば吐きとかですね、ありますけれども、これで画面が全然変わらない。で、この B のこの、行為の程度を問わない反則の中ではハンドなんですけれども、これがですね、昨年の改正で、どこまでが腕なのかというのが、話し合われて、FIFA、IFAB という組織の中で決められたのがですね、ちょうどその、いい画像の素材がなかったので、ちょっとこの審判の画像を参考にしてみますけれども、腕のですね、脇の一番、この奥のところが、そのてっぺんというんですかね、その、非常にわかりづらいんですけれども、そこまでが腕であるというふうに考えられます。ですので、手や腕のすべてがですね、当たったとしてもですね、反則になることはないとこの米印で書かれているんですけれども、これはですね、よく選手がハンドだ、ハンドだって言いますけれども、手や腕にこう、ボールが当たったら全てがハンドの反則になるものではないというのが前提としてあります。それで、脇の最もこの下の最も奥の位置という、まあ、表現をされてるんですけど、非常にこれ分かりづらいです。これも VAR の判断のために、まあ、つけられたような定義ではないかと思うんですけれども、実際の試合ではですね、そこまでは見られません。基本的にボールがぶつかるともう、その、変形して体のいろんな部位にこう、当たりますので、肩と言われても腕にギリギリこう、当たってしまうような場合もありますから、非常にこれはもう、難しい
なんか立ち入り付けですので、あんまりこう参考にならないかなと思っています。なかなか画像が変わらないので申し訳ありませんが、この半度の反則となる場合なんですけれども、一般的な、原則的なパターンとしてはですね、手や腕がボールの方向に行くと。そしてもう一つ、主観的な、なんというですね、要件と言いましょうか。要素としては、意図的にという表現が持ち上げます。意図的に、手や腕がボールの方向に行くという場合には、ハンドの反則になります。逆に、ボールが手や腕の方向に行った場合は、ほぼ反則にはならないという可能性が高いですね。非常に濁した言い方をしたんですけれども、1か0かとは言い切れないというのが、このハンドの反則の難しい部分です。で、もう一つがですね、非常にこの、主審や副審も判断に非常にこう、迷う部分なんですけれども、競技者のですね、体の動きが正当でないと判断される場合もハンドの反則になります。要はその、手の動き方が自然なのかどうか、こう、わざとボールに行ってないかとかですね、不自然な動き、もしくは不必要な位置に手が、腕が行ってないかどうか、といった形で非常にこう、実質的に判断しなければならないという点で、とても難しいです。で、競技規則の文言にもですね、そういうこともあるので、赤字で書いてあるんですけども、ハンドの反則で罰せられるリスクがありますよと。その手の置き方、手や腕の位置、もしくは動かし方によっては、当然それは試合ごととなれば当然それは主審ですけれども、審判団ですけれども、によっては、ハンドの反則で罰せられるリスクがありますよ、っていうことを、なんていうんでしょうね、こう、書かれてあるんですね。ですので、これはもう、この試合における審判団の価値判断によります。ですので、なんていうんでしょうね、こう、選手にとっては、あの時は取られなかったのに今回はっていうのはあるかもしれませんので、これはもう受け入れていただくしかないです。競技規則からもこういった改正によってハンドの反則で罰せられるリスクがありますよということですので、手や腕の使い方に関しては非常にこう注意をしていただきたいというふうに思っています。で、また、ハンドの反則になる場合なんですけれども、偶発的な場合であっても、手や腕にボールが当たってゴールインしてしまうとか、偶発的にでもですね、手や腕に当たった直後に、そのボールが例えば地面に落ちて、それを足で蹴ってシュートしたとしても、ハンドの反則になるということになっています。ので、この辺も、一瞬目を切ってしまうと、ゴールインを認めてはいけないのに、認めてしまうってことがありますので、主審と副審はですね、非常にこう、ゴール前では絶対と言っていいほど目を切ってはいけないというふうに、なりますので気をつけていただきたいということで、一旦画像を戻して、ちょっとリセットしようかと。で、この、直接フリーキック、さっき言いました7つの場合、程度って書きましたけれども、直接フリーキックになる反則にはですね、なんて言うんでしょうね、こう、重さと言いましょうか。なんて言えばいいんでしょうね。衝撃の度合いというか、によって3つに分けられています。例えば、競技者を蹴ったと。その蹴る行為に関しても3つ分かれてまして、まず不用意に相手を蹴った。
で、もう一つその、まあ、段階、まあ、程度が重いものとしては、不用意からこの無謀に蹴った。これは二番目のものです。次、三番目として、過剰な力で相手を蹴った。という、三つの、なんていうんですかね、こう、レベルがあります。で、もう一度画像を出してみますけども、うまく画像が出るかな。の画像ができる。これが出るかね。こっちの画像が出ないか。あ、これは出ます。なんか、なんかちょっと今画像を動かしていますけれども。これですね。不用意に反則を犯す。まあ、相手を蹴る。この不用意というのは何かと言いますと、不注意、もしくは配慮が足りずに相手を蹴ってしまったということで、まあ、ケアレスミスみたいな感じですね。そういったファウルになった場合は、懲戒罰、つまりカードは出ません。で、次に一段、ちょっと程度が重いもの、無謀に相手を蹴った。これ無謀というのは何かというと、危険な、まあ、方法でプレイをした場合、相手に怪我をさせるようなんですね。プレイをした場合。これは、イエローカードの対象によって警告をされます。で、次に、過剰な力で、相手を蹴った。まあ、必要以上の力を用いて、相手の安全を脅かすほどの、まあ、蹴り方をした。いった場合には、レッドカードで退場となります。ですので、実際のところ、カードが出る出ないっていうのがあるんですけども、これはまあ、各審判団が様々な研修とかですね、試合を通じて、自分の中でこう、なんていうんですね、もう、プロファイルというか、事例の積み重ねによって、この程度のものは、ノーカードですよ。この程度だと、イエローカードが出ますよっていうのは、研修会等を通じてですね、すり合わせをしているものがありますので、その中で、まあ、運用されていますから、選手にとっては、これはなぜカードが出ないのかとか、まあ、若干のストレスがあるかもしれませんけれども、審判団の中でもできるだけ、その、統一した判断ができるように、研鑽は重ねています。ですので、まあ、ぜひ、まあ、信じていただいてという形で任せていただきたいというふうに思っております。で、時間も残り少なくなったんですが、ですね。次に直接フリーキックと、もう一つ今度は間接フリーキックというのがあるんですが、これはまあ、イメージとしてはですね、まあ、軽微な、程度の、まあ、反則、手続き的な違反というような場合に、間接フリーキックになります。まあ、前回やりました11条のオフサイドは再開方法としては間接フリーキックになります。で、あと、競技者が関わる場合の反則のパターン。で、ゴールキーパーに関わる反則のパターンでの間接フリーキックというのもありますので、審判員の方はですね、その違いをしっかりと理解をして試合に臨んでいただきたいということですね。で、まあ、特にこのゴールキーパーというのは、その試合において、まあ、唯一手を使える競技者です。まあ、当然、スローインの時はですね、どの選手も、まあ、ボールを持たなければいけませんので、まあ、手は使えるんですけれども、インプレー中、競技のフィールドの中、しかもペナルティーエリア内のみでしか使えません。残りこ2分の、です。自分のチームのですね、ペナルティーエリア内でのみ、ゴールキーパーは唯一手を使います。なので、ゴールキーパーは、手に関する反則に関しては、もともと使わっていいということですので、その、観測の悪さとしては、軽減されます。で、それ基本的に、手での反則に関しては、ノーカードになりますので、ただ、インプレー後の、二度触りに関しては、状況によって、警告退場の可能性があると、いうことだけは、まあ、覚えておいていただきたいと、いうことですね。まあ、これに関しても、後々また、触れますけれども、基本的に、同じ競技者が、リスタートの段階で、
他の競技者を介さずに2回触れると、基本的には反則になります。例えば、キックオフでボールを蹴った競技者が、他の誰にも触れずにもう一度触れてしまう残りと、1分です。そこでファールになります。ということもありますので、今回はですね、第12条の、序盤と言いましょうかですね、冒頭の部分だけお話ししてまいりました。次回はその続きから入りたいと思っております。またですね、ご質問とご感想ございましたら、FM 議案のメールの方にお送りいただければ、こちらでもご回答いたしますので、よろしくお願いいたします。では、本日は、この辺で失礼いたします。ありがとうございます。